山崎邦大くんを登場させよう。泣いた涙の懐かしさ、追い出されるかもしれないし。邦大さん、歯が一本もあらへんの。だって、これは、こへへはんはは、えはんはけ気にせんで聞いてケロッチャケロッチャ並びおる、ああこれが愛なのだ。邦大さん、ほんまは目が見えるのちゃうんですか。なんだくぁ、来てたの。ダメだよ、短歌は相手できるものじゃない。とにかく考えにくいしかないんじゃん。ダメじゃん。これでいいとですか先生。中間地のうさぎのクソは長寿の薬なりけ。むしゃぶりついてきた。さりとて明日は何をどこでどうしようという気持ちもない。さりとて明日は何をどこでどうしようという気持ちもない。